どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしておはようございます、わからです。ということで今日はキヨキヨ初心者 VS 9年目のプロが画面半分隠しての建築対決。あれなんその嫌がってる。めっちゃ嫌がるやん。出たな、この無邪気企画やって。いや、だからそれ知りたいのよ、やっぱ。プレッシャーかけるわけじゃないけど、まあ、プレッシャーかけるわけじゃないけど、ないんですよ。めっちゃかけてくる。でですね、今こっちのカメラ、こっちのカメラあります。で、はい、あれ見えてますやん、ということなんで、はい、こちら。YouTube タオル。タオルというか、ブランケットですね。これをもうね、四つ折りにして絶対つけないようにして、画面半分隠します。来たな。十字は見えます、皆さん。はい。万が一ね、これ、風でピラーとかならないよね。これガムテでちゃんとね。どうよ、これどうよ、結構良くない？どうにか透けて見えるよ。ちなみに、いや、それダメ。透けてません、透けてません。透けないね。見えないね。で、十字架だけ見える。こっちから覗くのありですか？ギリいいよ。この状態を、崩す、こう、ベリとかやんなければ、目でこうやってもめっちゃ擦ってるのあり。まあ、透けてないけど、もし透視能力があるんだったら、こう、うーんってずっと見て、見えるんだったら見てもいいです。あ、じゃあ、はい。はい、こっちのモニター見るのは、あ、いいよ、別に。おぉ、それでかいわ、でかいわ。いや、それきついよ、言うても。言うてもきついっすよ。なんでこんな気持ちいい。ということで、今日ルールなんですけど、30分間、はい、ここの柵の、内側は僕、そして、そちらは大原と。右目をやられた状態なんだよ。で、何使ってもよくて、今回のお題は、また家を作りたいと思います。わかりました。いや、これやばいな。しかもさ、この自分のさ、手持ちもさ、半分しか見えないっていう。そうなんだよ。じゃあ、よろしいでしょうか。はい。家づくり30分対決、プロ VS キヨキヨ初心者。それではスタート、ポチッ。はい、さあ始まりました、始まりました、始まりました。よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。じゃあ僕はですね、もう非常にオーソドックスな家をね、作っていきたいと思います。まずはね、職人っていうのは焦んない。職人というのは素材選びからね、ちゃんとしてるんで。すかしちゃってさ、知らんぞ。いやでも俺、焦ってやっぱいい経験ない。でも前回の対戦の時に、結構、最後の最後まで俺やったんだよね。はいはいはい。最後の最後までめっちゃ装飾したから、基本的には。あ、ずれた。いいことです。よし、俺はね、これでいきたいと思います。よし、いきます。はいはいはい。あ、そっか、飛べるんだ。そうなんだ。やば、飛べんの便利すぎ、わろった。飛べるとね、でかいね。いや、ほんとそうだね。全部調整できるけど、こっち半分見えねえんだ。いやでもそれ面白いな。話が違う。飛べる初心者 VS 飛べない男、飛べない男大原、紅の豚じゃねえすか。でもそれ結構どうなんですか。ああ、やってみるかい。うん、それ面白そうだね、見たい。俺もてか俺もちょっと大原に挑みたいよね。うん。単純にね、普通に挑んできてくれ。いや普通に挑んだら勝てないことぐらい知ってますから。僕もそんな脳なしじゃないですよ。僕もね、まあやっぱ原木を使うっていうのはやっぱ僕サバイバルで学びましたんで。いずれだ。どうなってんの。いや、でも待って、え、待って、やばい、大原やばい、早い早いぞ、ちょっと待って。右手も使えるからな、今回は。皆さん、そっか、やばい、ちょっとね、大原ね、早い、やっぱり見づれんだよ、ただ。そうそう、見づらいから。半分見えないんでしょうね。そう、だからアイテムとかもね、結構ストレス溜まるんじゃないかなっていう。そうなんだよ。で、大原、早い。もうこっちはフルスピードよ。だって大原のカチ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 すごいもん。これガチでやっていいんだよね。いや、ガチで、ガチで、ガチで。オッケーオッケー。ガチじゃなかったらつまんないからね。おー、深い。いや、深くねえよ。深くねえよ。ガチでやっていいんだよねって聞いてさ、ああ、いや、ごめん、手抜きでって言わないし。俺、その回答見たことない。なんか、闇。闇が深い。多分、それ言うとき、だいたい声量めっちゃ、あ、ちょっと。小さいよね。ごめん、ちょっとそれは、って。これ、あれだな。どうしたの？この、アイテム引き出すやつもあるじゃん。うん。あれも全部半分しか見えないんだね。どれ、ど、ど、そういうことか。どうしようって。確かに。いや、いたから触った。あーたあた、ほら、ガラスだよ、これだよ。よし。どうっすか、この、前は確かさ、はい、左手のみみたいにやったじゃん。ま、左手の頃よりかは操作はしづらい。あ、しやすいわ。ああ、そうなんだ。しやすいんだけど。ストレスはどう、ストレスは。ただ別のストレスがやってきてるからね、トントンかな。おしゃれにしてきた。いや、ほんとに大原さ、ほんとに半分見えてないの。見えてないよ。すごいな、けど。見えねえんだ。俺だったら場所がわかるはず。並びを思い出せ、並びを思い出せ。出た、その。これか？違う。その方式出た。この辺。ああ、取れた。雨だ。雨ー。一回タイム。一回タイム。一回止めよう。維持でし。はい、今タイムゾーン。雨が降ったんで、ちょっとコマンドをね。さあ。はい。今ね、タイム、時は止まってますよ。晴れてますよ。今ちょっと、休戦なんで。再開、ポチッ。さあ、始まりました。てか、もう残り、20分。
の20分っす。おいや、言うて結構あるでしょ。ない、まあ、でもナイスアレなんですよ、今回。イエス。それはちょっとあんまり言わない。あ、大原でかいな。いや、もうちゃんとした家を作るよ、俺今回。いや、俺も作ってるよ。ごめん。それはごめん。え、なんか不格好なんだけど。え？あれ、こんなに俺の想像してたのと違う。なんか嫌じゃない、なんかこう付き合ってさ、ね、俺も理想の子じゃないって。そう、いや、まあ子じゃないというか逆に言われる側だよね。嫌だね、そのなんか違うって言われるの。あなた、そう、そんなんじゃなかったみたいな。ちょっと嫌だ。私の思った人と違うみたいな。今チラッと見えたんだけどさ、なんで毎回律儀に埋めてんの。あれ、なんやろ。いや、時間かからない。あ、そういうこと。別に仲を決める必要ないか。すぐ正論言う。マイクラをね、心から楽しんでる人に。なんか無理味あるっつって。やなやつ。全然好き。あ、キスなんなかった問題。あ、これあるあるノリでやったからだ。これあるあるっすよね。やっちまったな。あえて対象にしないと。あえて対象にしない。そうそう。おしゃれ。あ、あり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 、割とありあり。ありか。いや、なんかあれそんな変わんないんじゃない。あ。なんだよ、そんな変わんないんだよ。言うて、くっそ悔しい。あれ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 、キヨキヨ選手。あ、でもでけえな、確かに。大原の別にでかさじゃないから。まあそうだね、うん、別にでかさ重要視するとこじゃない。そうそうそう、いや本当にそうっす。本当にそうっす。あ、分かった。でも俺ね、周りから入、周りも入れちゃうんだよ。すぐ庭作る。すぐ庭作るよ。絶対庭作るじゃん。いや、俺周りから入るタイプだ。なんでそんなめちゃくちゃ木植えてんの。で、俺んとこ干渉しそうなんだよ、その木。違う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 。だって俺の敷地内だもん、これ。別に文句言う巣じゃないです。その木育ったら俺刈り取るからな。こっち入ったら全部切るからな。そっちに入ったやつはどうぞご自身、それはもう権利です。じゃあさっき切るわ。いや、結局ガラスなんですよ。ガラス過信してない。あるだけでいきなりおしゃれじゃん。そうなんだよ、実際にあるだけでかっこよくなるからね。不思議だわ。不思議だよね。本棚置くと取りまーす、おしゃれ説。あれ、程度終わってる。終わってませんよ。え、なんかでかいな、大原んち。でかいね。なんかでかいぞ、やばいぞ。これ内装大事だよ。内装大事ですね、内装大事。内装一番大事よ。薄いな。ペラペラだよ。だってさ、住んでて一番気持ちいい家ってさ、はい、やっぱ中がちゃんとしてるところでしょ。あったかいとかさ、虫が出ないとか大事じゃん。内装作るか。内装作んなきゃダメか。内装、半分見えるし、なんか若干やりづらいんだよ。よし、焚き火が結局ね、味出すんすよ。絶対焚き火置く。そう、絶対焚き火置くんすよ、俺。あー、いい糸おかしい、糸おかしい。いいかい。はい、私ね、補色とか気にするんで。オレンジの反対は青なんでね。あれ、まさか置けない。カーペットの上ですか、もしかして。まあまあまあ、ギリギリギリ。シューズボックスとかあんの。シューズボックス、ジュークボックスですか。俺も知らないやつで。シューズとかだって概念としてないからね。毎回思うけど、これの勝利条件って何なん。やっぱコメントですよ。話題になった方が勝ち。話題になった方が勝ち。例えばユニークだったりとか。確かに、うん、あ、これいいねとかやっぱ大事じゃないですか。さあ、残り時間。そっか、やばすぎた。残り時間8分です。8分。また意外と時間ない、意外と時間ない。さあさあ、はい、僕のね、はい、見てくださいよ皆さん、僕のいい感じのこの感じ。パーペキのペキ。完璧です。あー、もう俺欲しいブロックも見えないからもういいや。キヨキヨ選手いいよ。上がってるかい。こうバイブス上がってるよ。絶対普段言わない。さあ、残り時間3分30秒です。うえ。急に時間ない。やばい、時間がない時間がない時間がない、助けてくれ。俺今回ちょっと余裕あるんじゃないか、助けてくれ。もしかして、おやおや、見えなくてもなんとなくわかる。マジで残り1分半です。はい、問われてるよ今。あー、どうしよう。俺は花を散らす。これ俺は、あと花を散らすんだ。俺はこれだ。あー、もういいや。俺は花を散らす。キー邪魔。さあ、残り30秒です。30秒。やばいやばい。なんかここ最後に、なんかその最後大事だよ。これめっちゃ大事だ。待って、届かん。これ、無加工。よし、これ邪魔。よし、オッケー。あー、今からでもいけるか。あー、ダメか。さあ、なりました。ということで、皆さん触らないように注意してくださいね。さあ、はい、お披露目のお時間でございます。こっちか。それでは、自信のほどは。あ、まあでもね、うん、前回よりか自信あるわ。マジで、俺結構自信あるよ。おお。ということで、じゃあ僕から
はい、こちら見てください。すごない？これ。はい、やっぱ外観から入ってくんで、やっぱ機能が大事なんですよね。はい、はい、はい、そしてこちらには、はい、松明と、はい、そしてこちらには牧場。すごい、外に力入れすぎてない？それだ、それだ、領地がね。はい、そしてはい、こちら、これはもうまがまがしいですね。マグマとお水のね、貯蓄、ここもございます。これは何？いやいや、それは何かしら使うんですよ、これ。何かしかもこれあれじゃん、はい、真ん中壊して一緒石取れるじゃん。これ真ん中壊すじゃん、うん、こうすると、あーこの人破壊したぞ破壊したぞ、この人。はい、牛さんも3匹、じゃ内装見てください。はい、はい、こちらどうでしょうか。おお、あー、邪魔邪魔邪魔。はい、オレンジに装飾された、はい、私の家でございます。すげえ、家になってる。ちゃんとね、これは謎の机です。羊毛の机でございます。羊毛の机。いや、そしてやっぱこの小道具を置くことで華やかさが一気にプラスですからね。確かにです。サバイバルですげえ使いたくなる。ああ、なるほどね。確かに。やっぱクローゼットないとダメということで。ダメだね。そしてランタンもあって、結構おしゃれな家に仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。そしてまあもちろんお庭はね、ほらこんなですよ、ほら。でもこんな家に住みたくない？まあ、ワンルームですけど。はい、これがキヨキヨ選手のお庭で、お部屋でございます。はい、お家。どうでしょうか、皆さん。今日は素晴らしかった。それではじゃあ大原さんの、半分見えない特に作った大原の画面いいでしょうか。お願いします。さあ、半分見えませんからね。おーほーほー、あれ逆だね。あ、なんか見た目的に言うと、まあもちろんそのね、すごいお家ですよ。ちょっとちょっと、急にハリボテの裏側行くの NG だわ。あ、こっちか、あ、こっちが本物か。もちろん、もちろん。おーおー、こっちが玄関。すごいな。マジか、このさ、庭がすごいね。あ、これネザー系？これね、まあそうだね、ウィザーローズっていう。ネザー系っちゃネザー系。ちょっと薬物じゃないですか、大丈夫ですか、ちょっとこれ。たまたまね、うん、この半分見えないで見えた花がこれだったんだ。なるほどね、見えた。もうこれでいい。いや、これすごいね。しかもこれ砂になってる、ここ。ちゃんと道も一応整備しつつ。マジか。で、ここはベルがある。まあ、玄関ですわな、と。はぁー、しかも開放的な空間。あれ？なんかコームにいんの？なんか湧いてんだよ。なんかコームにいるね。さあ、失礼します。おー、え？待って、これどうなってんの？この天井。これ階段だね。階段を反対に置いて。マジか！屋根に。すげえ！おしゃれ、いきなり。いやー、でもちろん、そう、時間かけたかったな。そして、ソファーがあり、ソファーと椅子があり。こう、まあ、なんか、ここでぐだりつつ。で、ここでね、お茶できると。ひたすらこの家には机とソファーが多い家と、うん、あ、ここもソファーなんだね。そうそう、花をまさかの見るっていうね、謎のね、花机なんで。はあ、はあ、はあ、すごいね。そしてちょっと曇りガラスなんだ。ちょっとあの、いや、たまたま見えたガラスが曇りガラスだったって。待って、お隣さん見てみよう。お隣さんすごいな。森にゃいや、でもこうすることでプライベートがね、守られるわけですよ。確かに。あれ、やっぱりさ、あれ、ちょっと記憶せん、ちょっとこっちから見る見た目はやっぱりさ、庭がでかい。あ、いいっすか。あ、お願いします。僕こっち玄関じゃないんすよ。裏口なんですよ、こっち。確かにね、確かに。場所が森。確かに、僕裏から見たら僕森だから。いや、でもいい戦いできたんじゃないの。あー、面白かった。いや、でも大原のね、やっぱなんか技術があるね。やっぱこう、逆さに置いておしゃれにするとかさ。はい、ということで、あの、コメントで名前の数が多かったら勝ちなんで。俺一人で、あの、大原って100個ぐらいだから。ダメダメ。とか、なんか、雨降ってきてた。そのね、大原いいねとかさ、キヨキヨいいねみたいな数で勝負するんで。お待ちしております。で、大原半分見えてないからね、ちなみに言うと。それやばい話だよね。ということで、今回はですね、はい、半分見えないプロ VS 初心者ということをやらせてもらいましたけど、僕たちですね、毎日、18時に、キオクラというサバイバル、やっております。はい、パート1からやってもう1ヶ月くらい経ったんですけどもね、ぜひともそちらも、見ていただければなと思います。お願いします。そのキオクラの、再生リスト、1から見る再生リストと、パート1の、再生リンク、動画の説明欄にございますんでね、一番上にあると思います。ぜひともそちらからもチェックしてみてください。そして説明欄には、大原の、YouTube チャンネルリンク、説明欄にございます。登録者1万人突破しまして、ありがとうございます。マイクロの建築動画とか上げております。結構人気でね、ぜひともそちらもチェックしていただければなと思います。そしてキヨクラ、あ、キヨキヨのチャンネルのこちらをポチ、そしてマイクラサバイバル再生リスト、ございます。まだ見てない方、ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。